はいどうも、こんばんは。即課塾の久保です。今回のナミさんとのコソコソ話なんですけども、深夜4時にお届けしております。あの、パソコンを買うときにね、どんなパソコンがいいんですかどんなスペックのパソコンがいいんですかって質問、最近はいただくことがなかったんですけども、よくいただいた時期があります。確かにね、ネットビジネスを始めたいとか、動画編集をしたいとか、それから、あ今回のご質問にあったように、FX などの投資をするときに、 どんなパソコンだと間違いないのかなっていうのねそういった疑問ってあると思いますまあはっきり言いますこれは何でもいいですはっきり言って電気屋に行って値段とデザインで選んでいただければもう OK でございますでそもそもねどのパソコンのスペックがいいのかって分からないってことはまあだからそういった申し訳ないけどレベルでやってるってことなんですよですんで何を選んでも不満は起きないと思います不満が起きるということは自分の パソコンの操作レベルが上がってるんで、そこそこのパソコンでは不満が出るっていうことなんですよね。で、今回のご質問なんですけども、FX を専門で使うにはっていう前提でいただきました。FX はすごく低スペックのパソコンでも十分動きます。本当に限られたあのシステムしか使わないんで、一番安いやつでいいです。例えば、Chromebook、ね。これだと、新品でも29,800円です。これで全然 OK です。で、中古で買うと、 私みたいに1万千円ぐらいに万円らで買いますでそれでね1億円稼ぐまでは FX で全然構いません FX はそういうパソコンで構いませんでも10億100億稼ごうと思うんだったらさすがに画面を何発もつけてねで、えー、タイムラグの起きないようなコア i9 コア i7 あたりの、えー、CPU こういったパソコンがいいんじゃないですか、うん、でデスクトップ容量はね、えー、1テラとかねそんな感じでいければいいと思います 動画編集につきましては、本当にね、専門のパソコンということになるんで、これは頭が痛いです。ハードディスク、かなり積んだ方がいいと思いますし、えー、動画の編集における処理速度もお、かなり高スペックなものが求められますので、動画編集を本業でやるんだったら、あきちんとオーダーしたパソコンがいいですね、えー。それこそね、あの、エイリアンウェアとかおすすめですよ。うん、ゲーミングパソコンとかね。まあでも、FX する間だったら、動けばいいです。FX だったら。 まあ中古でもいいんですけども、中古はね、なるべくお勧すすめしたくないなと思います。新品で新しい一歩を踏み出してもらいたいなと思いますね。だから5万円前後のやつとか。まあ、ジャパネット高田で宣伝してるやつだったら何でも全然 OK です。オーバースペックします。もう本当に機能が余っちゃいます。ということで私の回答は、パソコンを悩むぐらいのパソコンのレベルなら何でも買ってもいいよと。<laughs> で、FX で使うんだったら特にね、もう機能なんて 今、令和4年で一番低スペックなパソコンで OK です。ということが私の回答です。具体的に言うとね、具体的に言うとそうですね、まあ、クロームブックいいんじゃないですか。本当に。29,800円、クロームブック。あとは何でもいいです。<laughs> で、家電量販店に行くんだったら、5万円前後。もしくは、10万円までですね。もう金額とデザインで選べば、今のパソコンはどれも全然 OK でございます。なんかね、妙なパソコンが もう店頭には並んんでませんっていうかねスペックの低いパソコンがもうね市場に出てませんよだから大丈夫でございます繰り返し申し上げますけどもそんな回答になりますけどもいかがでしょうか